皆さんこんにちは、渡辺です。早速ですけど皆さん、洗い流さないトリートメントって使ってますか？今回は髪の毛をきれいにするにあたって洗い流さないトリートメントを使ってほしいっていう、そういう話です。先日 YouTube、Instagram で洗い流さないトリートメント何使ってますかの質問させていただいたんですけど、それに一番回答が多かった商品の中で、市販で購入できるトリートメント人気トップ4のご紹介と、それぞれどんな髪質や悩みに特化しているかを紹介します。まず洗い流さないトリートメントをつける目的って何だと思いますか？目的は3つあります。まず1つ目、髪の表面をコーティングして手触りを向上させること。2つ目、ドライヤーの熱や紫外線から髪を守ること。3つ目、髪同士の摩擦から髪を守ることの3つになります。今回質問で多かった市販で買えるトリートメントを使ってみた特徴と、どんな方におすすめかを紹介していきます。まず一番回答が多かった洗い流さないトリートメント、こちらモレモのディライトフルオイルです。これの特徴なんですけど、まず17種類のアミノ酸配合でキューティクルをしっかりと補修してくれる、ハーブエキス配合なので髪にね、張り越しをしっかりと与えてくれます。使ってみた感じなんですけど、まあサラサラにちょっと仕上がって、でもダメージもでもまとまるっていう感じの印象ですかね。こんな方におすすめっていうのは、ヘアカラーを結構繰り返してたりとか、コテやアイロンを使用する方、あとは、まあ、毛先が結構パサつく、でもベタつかせたくない、サラッと仕上げたい方におすすめです。2番目に回答が多かったトリートメントはこちら、ラサーダ海藻ヘアエッセンスしっとりタイプです。特徴としては、海藻エキスはアミノ酸やミネラルの働きによって保湿効果が期待できます。使ってみた感じとしては、ほぼこれも美容エキスでできてるんで、しっかりまとまるかなっていう印象です。こんな方におすすめっていうのは、髪に自然なツヤを出したりとか、しっとりとまとめたい方におすすめです。3つ目に回答が多かったオイルはこちら、ひまわりオイルです。特徴としては、ひまわり種子油で髪に柔らかさをアップしてくれます。あとラクトン誘導体が熱に反応して補修してくれます。で、使ってみた印象なんですけど、つけてドライヤーで乾かしてると、まあちょっと伸ばしながら乾かしたりすると、結構ね、歪みだったりとかうねりがちょっと取れる印象でした。こんな方におすすめっていうのは、特にね、硬い髪の毛だったりとか、うねりが気になる方におすすめ。特にね、まあベタつくこともあんまりないので、使い勝手はめちゃくちゃいいかなと思います。湿気によるうねりをちょっとカットしてくれるので、その辺も特徴かなと思います。4つ目に回答が多かったオイルはこちら、イチカミヘアオイルです。特徴としては、何かに尖ってるっていうわけではないんですけど、一番バランスが取れたヘアオイルかと思います。使ってみた感じなんですけど、一番最初のモレモのトリートメントよりはちょっと軽い印象、つけた感じが指通りがね、良くなる印象でした。こんな方におすすめっていうのは、今までヘアオイルだったりとかを使ってない方には一番最初に導入しやすいかなと思います。あと香りも良くで、コスパもいいので、まあ一番最初に使いやすい商品かなと思います。はい、ということで、皆さんからね、ご回答いただいたトリートメント、市販で買えるトリートメントをご紹介させていただきました。オイルを探してたりとか、アウトバストリートメントを探している方には、少しでもね、ためになっていただけるかなと思いますので、ぜひ参考になさってみてください。最後まで見ていただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗でおしゃれになれるような動画をたくさん作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。